ライムとは、柑橘類の一種。樹木としてはインドから、ミャンマー、マレーシア一帯の熱帯地域を原産とする低木。果実としては、ライムの好みである。ライムの果実はレモンに似ているが、レモンと比べると、乳糖と呼ばれる先端の突起が小さく若干、小ぶりである。レモンよりやや小さいタシチライム、ペルシアライムと、さらに果実が一回り小さいメキシカンライム。 キーライムと大きく分けて2種類ある。日本国内でも苗が流通するが、体寒性の強いタヒチライムの方が栽培しやすい。茎にはトゲがあり、歯には小さいツバサバがついている。花は、つぼみも開花後も白く、レモンの花のように赤みを帯びない。タヒチライムは、色先性が強いが、3倍体で種がほとんどできない。ためか、大量に花が咲く割には、結実率が非常に低く。 不安定であり、8日の時に落ちやすい。各地の農業試験場の研究で、ジベレリン酸散布が、血実率の向上に有効だと判明しているが、現在のところ農薬登録がない。英語で、ライムグリーンとは、ライムの皮の色の黄緑色を意味する。果実の直径は6から8センチメートル。形はレモンよりも丸っぽく、皮の厚さは薄い。皮の色は、 レモンの黄色と違って緑がかっている。果肉もいくらか緑色をしている味は、レモンと同様に酸っぱいが、ライム独特の苦味に似た風味がある。香りもやはりレモンに似ているが、より鋭い、と表現される。収穫直後は皮も果汁も爽やかな香りがするが、日本国内で販売されている輸入ライムは、収穫から時間が経過しているため、香りは、やや弱い。 ジントニックレモンと同様に、輪切りや串切りにして、料理の付け合わせにしたり、果汁を絞って飲料に混ぜて使う。ライムを使ったカクテルには、ジントニック、ジンライム、ジンリッキー、ギムレット、モヒート、ダイキリ、雪国、神風、モスコーミュールなど多数がある。スライスしたライムをグラスに入れたり飾ったりするほか、ライム果汁もカクテルにはよく使用される。加藤された。 コーディアルライムと呼ばれるライムジュースも市販されカクテルに使用されている。キーライムパイやシャーベット、マーマレードなど成果分野で利用されるほか、インドではチャツネやピクルスに使われている。中東では干しライム、または乾燥ライムを丸ごと、またはスライスしたり、粉末状で香辛料、調味料として使用される。ライムと名の付く別種の柑橘類がいくつか存在する。 ライムジュース大公開時代には、乳酸発酵させた塩漬けのキャベツと共に、ビタミン C 欠乏症である、解決病対策、治療に役立つと信じられ利用された。イギリス人のことを、ライム野郎と呼ぶアメリカのスラングは、イギリス海軍が解決病予防として、ライムジュースを服用していたことに由来する。ただし、イギリスでは、ライムが柑橘類全般の意味でも使われるので、レモンなどもこの、 ライムに含まれており、競技のライムは柑橘類の中ではかなりビタミン C 濃度が低くレモンの半分程度である。この混同が後々で見ると問題となったケースとして、1799年からイギリス海軍は海軍の全船舶にレモンを支給する規則になって、一旦軍内の解決病が収まっていたのだが、1845年に地中海が 産地のレモンより入手しやすい、営業を西インド諸島産のライムに切り替えた後、解決病が、規模は小さいが、時々再発生するようになった。船の発達で航海期間が短縮されたこともあって、致命的な問題にはならなかったものの、1875年、ジョージ・ネアズ率いるイギリスの北極体験隊がいくら、規則通り、ライムジュースを飲んでも解決病が止まらなかったという、 トラブルが発生した事例が存在する。参考、柑橘類のビタミン C 濃度、解決病を参照、近世イギリス海軍の食生活を参照。ありがとうございます。